宮川電機株式会社は三重県伊勢市において明治後期に存在した日本の電力会社である。明治末期から大正にかけては伊勢電機鉄道株式会社と称し電気供給事業と電気機動事業を兼営した。1896年設立。伊勢市の電力会社として開業し、1903年に市内と郊外を結ぶ電気機動を敷設。 翌年宮川電機から伊勢電気鉄道へと称号を改めた。その後市外にも供給区域を広げるが、1922年に三重県下の電気事業統合に伴って三重合同電機に統合された。なお、近畿日本鉄道の前身の一つにあたり、同じく三重県内にて鉄道事業を経営した伊勢鉄道が1926年から1936年まで、 伊勢電気鉄道を称したが、同社とのつながりはない。1889年、名古屋市において、中部地方最初の電気事業者として、名古屋電灯が開業した。同年末、三重県渡来郡宇治山田町においても、電灯会社の企画が浮上する。中心となった大田小三郎は、幕末の志士から転じて、古市の旅館、備前屋の主人となり、 伊勢神宮の信仰に当たった人物。伝統会社設立この段階では具体化に至らず、その後1893年に名古屋伝統からの働きかけもあったが、やはり事業化にはつながらなかった。1895年になると、宇治山田の電気事業は、大田や秋田キスケらによって、再び企画される。地元の動きに並行して、大阪の岡橋地助、片岡直春。 平川康氏らの事業計画も浮上したが、同年秋より両派間の調整がなされ、翌1896年4月に出願に至った。この事業許可出願は、宮川での水力発電と電気供給事業、町内の山田地区から郊外の二見を結ぶ電気機動事業の3つからなっていたが、実際に許可を取得したのは供給事業のみであった。 1896年10月18日、宮川電機、株式会社の創業総会が開かれ、12月には、会社設立免許も取得、翌1897年3月に設立登記を済ませ会社設立手続きを遂げた。設立時の資本金は13万円。役員は、地元グループと大阪グループのバランスをとって、選出され、社長に、 大阪の平川康氏、取締役に、地元の太田、秋田と村井常蔵、関西役に、地元の宇神殿、総香織及び、彦根の広四助三郎、大阪の泉聖介がそれぞれ就任した。1897年6月10日、宮川電機は電気供給事業を開業した。三重県下では、津市の津電等に続いて2番目の電気事業者である。 当初の点灯数は781棟。電源となる火力発電所は市内岩渕町の後に中部電力伊勢営業所が建設される位置にあり、当初は5 0ットの交流発電機が一台設置された。この岩渕発電所は開業翌年の3月に早速増設され、以後も増設が重ねられている。また1899年11月に、 設立時から取締役であった地元の大田小三郎が社長に就任した。開業から間もない1897年9月、山田から二見へ至る電気軌道敷設の許可を得た。5年後の1902年12月より、敷設工事に着手し、まず1903年8月に岩淵町二見間で運転を始めた。軌道事業の電源には岩淵の発電所に増設された。 専用の発電機が当てられた。完成後の1903年9月、26万円への売額増資を決議し、翌1904年2月12日、社名を宮川電機から伊勢電機鉄道株式会社へ変更した。路線網については、1905年8月、山田駅前まで延伸し、翌年10月、猿田飛行神社前に達するなど順次拡大していった。 事業の拡大につれて、会社の資本金も膨張し、1906年7月70万円への増資を決議、翌1907年3月には3回目の増資が決議され、以降資本金は140万円となった。また、同年1月、岩淵町の電車車庫に隣接して、電車用の第二発電所が竣工した。同発電所は後に供給用発電機も増設され、 主力発電所となっている。明治の末期には供給区域も拡大しており、1907年6月に浜合村、四合村、1908年8月に二見町、1911年6月神社町、大港町と順次伝統の供給を始めた。 1918年から社長を務めた大田光弘伝統数は1912年度上期には1万頭に達した。その後の大正時代の伝統普及は急速であり、1917年度下期2万頭に到達、1920年度下期末時点では3万2382頭を数えた。その一方で、 電力供給は小規模で同時点では169.5馬力に過ぎない。軌道事業では路線が1914年11月に内空前まで延伸された。しかし、明治末期から宇治山田市内では伊勢神宮の参拝客輸送を目的に乗り合い自動車が出現し、伊勢電気鉄道の電車との間で乗客の争奪戦が生じるようになる。この中で、 伊勢電気鉄道は乗り合い自動車事業への参入を表明。これを受けて、三宮自動車株式会社が競合回避のため事業譲渡に踏み切ったため、1918年に自動車事業への進出を果たした。経営面では1916年に大田小三郎が死去し代わって、大阪の実業家、梅原亀七が社長に就任、ついで1918年4月に、 梅原に代わって、小三郎の養子、大田光博が社長となり、梅原から株式を買収した川北電気企業者の川北秀夫も取締役に加わった。1919年12月、260万円の増資を決議し、資本金を400万円とした。1921年、電気事業の再編が実施され、伊勢電気鉄道は4月に、 浜島電気株式会社から事業を譲り受けて、南西地方南部へと進出した。同社は1915年1月14日、島郡浜島町大和浜島に、資本金2万円で設立。浜島町の漁業組合関係者により起業されたものであり、同年7月より、浜島町大和浜島、翌年より同町、大和南張及び、渡来郡ヤード電。 曽村にてそれぞれ供給を開始していた。ついで当時の三重県知事、山あ春樹の首相による県内事業の統合計画が、津電島、松阪電機、伊勢電機鉄道3社の合併という形でまとまり、1921年11月27日株主総会での合併議決、翌1922年2月2日停審章の合併認可と手続きが進行。 そして1922年5月1日、3社の新設合併による新会社、三重合同電気株式会社が発足し、同日付で伊勢電気鉄道を含む旧会社3社は解散した。この間の1921年12月、伊勢電気鉄道が、串田川上流、伊南郡宮前村にて建設していた水力発電所の宮前発電所が竣工し、 翌1922年2月より出力8 3 2ットで運転を開始している三重県下の主要電気事業者供給区域図。画像中央部右側、青緑色の部分が伊勢電気鉄道の供給区域1921年6月時点での伊勢電気鉄道の伝統電力供給区域は以下の通り、上記地域を供給区域として 1921年度末時点では、電灯については、需要下14,618個に対し計36,627棟を供給、電力については計2 6 6 7ットを供給していた。なお、これらの地域は1951年に発足した中部電力の供給区域にすべて含まれている。1921年6月末時点で、 伊勢電気鉄道は、三重県内に2カ所、合計出力560キロワットの発電所を運転中で、さらに出力832キロワットの未完成発電所1カ所があった。これらの発電所の概要は、以下の通り。宮川電機が1897年6月に開業した、際の火力発電所は、中部電力伊勢営業所のある場所に建設された。 低新省の資料では発電所名は第一発電所とある。開業時の設備構成は100馬力のボイラー、蒸気機関1組と50キロワット発電機1台であった。その後翌1898年3月に同規模の設備意を増設。1903年には電車開業に合わせて76馬力ボイラー100馬力蒸気機関。 7 0ット発電機各1台からなる電車専用設備を新設している。ついで1910年7月には7 5ット発電機並びに1 0 0ット発電機各1台も増設された。低新省の資料によると1910年時点での設備はボイラー3貫、蒸気機関4台、5 0ット単相交流発電機2台、75、 キロワット三小交流発電機一台、100キロワット単相交流発電機一台からなった。1915年になってこのうち75キロワット発電機一台が後日の第二発電所に移設された。第二発電所の完成後は予備発電所となり、1917年4月に廃止された。1907年1月、伊勢電気鉄道を2番目の発電所として、 第一発電所と同じ岩淵地内で、瀬田川に架かる、西木水橋の近くに建設された。発電所名は、低新省の資料によると、第一発電所のある時期は、第二発電所、廃止後は、岩淵発電所とあるのが確認できる。当初は、電車電源専用の発電所であり、発電機は1 7 0ットの直流発電機のみで、あった。 1911年時点の資料では直流発電機に加え供給用の3 0 0ット発電機も追加されている。1915年には第一発電所から移設の7 5ット発電機1台も加わり、1919年末時点ではボイラー4巻、蒸気機関3台、7 5ット3章、交流発電機1台、 3 0 0ット3小交流発電機1台、1 7 0ット直流発電機1台という設備構成であった。三重合同電気時代の1928年6月、出力5 4 5ットのまま岩渕発電所は廃止された。宮川電気の当初計画では、宇治山田市内に宮川から取水する水力発電所を建設する予定であったが、 宮川の発電所は結局解散まで建設されなかった。 そして長く火力発電を電源とする状態が続いたが、三重合同電気設立直前になって、初の水力発電所宮前発電所が完成を見た。所在地は、伊南郡宮前村大野の野口で、宮川ではなく串田川に位置する。宮前発電所は1921年12月に完成、翌1922年2月より発電を開始した。 串田川に変定を築き、3.896立方メートル毎秒取水、川の欧岸に沿った約2.7キロメートルの水路によって28.6メートルの有効落差を得て発電するという仕組みである。出力は832キロワットで、日立製作所製のフロンタル型フランシス水車、発電機各1台を備えた。発生電力は、 下流の果瀬発電所の電力とともに、宇治山田市内の船港変電所へと送電される。三重合同電気に引き継がれた後は、東方電力、中部配電と移り1951年以降は、中部電力の所属となっている。宇治山田市内から離れた浜島地区の電源として、浜島発電所があった。元は浜島電気が1915年に建設したもので、 1921年4月に伊勢電気鉄道が譲り受けた。所在地は、島郡浜島町大和浜島の町役場西側。吸入ガス機関を原動機とするガス力発電所である。イギリス製のガス機関とゼネラルエレクトリック製の発電機を各1台備え、出力1 5ットで発電した。三重合同電気の資料によると、1923年4月に、 浜島発電所の廃止届が出されている。1915年に山田駅前で撮影された伊勢電気鉄道の電車、伊勢電気鉄道の軌道線は、伊勢神宮下空の門前町、山田、内空の門前町、宇治と、継承地二見ヶ浦の3地点を結ぶ路線であった。当時の自治体名では、宇治山田市と渡来郡浜豪村、四豪村、二見町の三町村にまたがる。 軌動線は1921年末時点で全長9.4マイルの路線であった。うち6.6マイルが単線、2.8マイルが副線であり総延長は12.2マイルとなる。期間は3フィート6インチ期間が採用されている。電化路線であり、電車線には直流575ボルトの電気が送電される。路線は後の合同電気、 三宮二見線、三重交通、新都線にあたるが、1961年に廃止されており、現存しない。二見線1897年6月に電気供給事業が開業した後、宮川電機は同年9月24日付で、軌道条例に基づく最初の軌道不設特許を取得した。区間は、宇治山田志願淵町から二見町大和座村までの4.75マイルである。 この段階では、宇治山田市内に鉄道路線はなく、津方面から伸びる三宮鉄道は宮川西側の宮川駅止まりであった。三宮鉄道の延伸により、下空近くに山田駅が開設されたのは同年11月のことである。特許取得から5年経った1902年12月工事に着手。翌1903年6月に工事落成の後、 同年8月5日、宮川電機は軌動事業を開業した。三重県の資料によると、順に山田、川崎、黒瀬、溝の口、山田野原、二見という待合所が置かれた。年内の乗客数は計66,279人であった。路線の終点付近に位置する二見ヶ浦は、海水浴場設置、品実館建設、 ふとみおきたま神社分子など開発が進みつつあったが、山田ふたみ間の電車開通や1911年の三宮線ふたみがうら駅設置など、交通機関整備を機に旅館街として発展していくことになる。山田駅前では、1900年4月に駅と下空を直線的に結ぶ、福音10軒の駅前道路が完成した。宮川電機では、1903年5月に、 山田駅前への軌道延長を出願、同年12月12日付で、山田駅前まで0.21マイルの軌道不設特許を得て、2年後の1905年8月4日、当該区間を延伸した。後年の区分では、山田駅前本庁間の下空前、経由別線分岐点から二見までの区間を二見線といった。この区間の停留場には、山田駅前側から本庁、 市役所裏、会社前、軍役所前、三局横町、西木、水橋、前田、川崎、二軒茶屋、黒瀬、通、お塩井、押戸殿、銅、水戸、二見があった。なお1909年10月本町、前玉に下空前経由の別線が開業すると、銅線が下り線、季節線が上り線と使い分けられたため、上記停留場のうち、本町大金、 水橋間は、山田駅前方面行きのみ停車した。内空線、中山線1903年11月、宮川電機では、下空、内空間の連絡を目指して、宇治山田市浦田町までの路線延長出願し、同年12月15日付で、宇治山田市岸淵町矢座前田から浦田町までの2.82マイルと、浜郷村大技、神田久志本から大和、大技、 黒瀬までの0.38マイルの日区間について、軌道付設特許を追加取得した。この路線は、季節線二見線、前田停留場から分岐市中山停留場を経て、宇治停留場へと至る路線と、中山停留場と二見線二軒茶屋停留場を連絡する路線からなる。3年後の1906年10月16日開業に至った。なお前田宇治間は、 複線で建設されている。1907年度から1909年度にかけて、三重県の事業として、下空、内空間の新道三行道路が整備された。伊勢電気鉄道では1907年11月12日、宇治山田市豊川町から、浜郷村大和座、神田久しぼまでの0.83マイルについて、不設特許を取得する。これは、 三行道路上の軌道として1909年4月に着工、同年10月1日季節線の南側を通る本町下空前から前玉の路線として開業した。前日の通り、この区間の開業で季節線本町前田間は上り線、新線は下り線という使い分けがなされた。内空側の宇治停留場は、猿田飛行神社の東側、旧伊勢街道と、 三行道路の交差点でお払い町の入り口にあたる場所に位置した。宇治延伸3年後の1912年9月24日、伊勢電気鉄道では、宇治山田市浦田町から今在家町までの付設特許を取得する。同区間は1914年11月14日、宇治停留場から内空前停留場までの延伸として完成を見た。この内空前延伸と、 三雪道路開通に伴う内空前までの自動車乗り入れにより、お払い町では、三宮客の減少という影響が現れた。このため1922年以降昭和初期にかけて、路線を浦田町止まりに戻す短縮運動が起きている。ここまで述べた路線のうち、山田駅前から、外、三山へ、前田経由で内空前に至る路線を、内空線。 中山二軒茶屋間連絡線を中山線という。この区間の停留場には、山田駅前、下空前、市役所表、会社裏、警察署前、前田、倉田山、中山、松尾、中道、くすべ、つくよみぐう、うじ、中の節内空前があった。九百十六年観光の案内によると、運行系統は、山田、内空間、山田二見間、 内空二み間の三通りがあり、運転時間は6時発から20時5分発まで、運行間隔は7時発から18時12分発まで16分ごと、前後は約30分ごとであった。1919年間光の案内でも、運行系統は同様である。運賃は、1916年時点では、山田、内空間片道9線、往復16線、 山田二見間片道9線、往復17線、内空二見間片道14線、往復26線で、他に山田から内空経由で二見までの切符23線、全線巡回切符30線がある。いずれもベッド通行税1線を要する。1919年時点では、通行税込みで山田、内空間、往復16線、山田二見間、 往復11線、内空二見間、往復21線、山田から二見と内空を回る海遊ギップ29線、山田から二見、内空を経て、山田に戻る順遊ギップ41線があった。1919年時点では、団体割引きがあり、倉田山停留場及び、津久読宮停留場での途中下車制度もあった。1九百三年の開業時点では、 オープンデッキ構造で定員40人の木造を4輪単車が導入された。いずれも名古屋の日本車両製造製で車両番号1から8の8両があった。1906年には同様の車両が15両追加されている。単車導入は1908年にもあり、運転台窓ガラス付きの40人乗り木造単車が3両追加される。 この年には付随車の貴賓車29号も導入されている。翌1909年にも40人乗り木造単車が2両追加された。これらの車両もすべて日本車両製造制である。1906年5月、最初のボギー車が日本車両製造にて2両製造された。これも運転台窓ガラス付きの木造車で定員は80人。技術的には 空気ブレーキを搭載した点が特徴である。単車は合同電気時代の1935年までに全廃されたが、このボギー車2両は1944年の30、交通発足時も在籍し、同車のもう5 3 1系5 3 1 5 3 2となった。その後廃線に4年前の1957年まで在籍した。伊勢電気鉄道時代の営業用車両は、 以上の31両だが、他に電動貨車が1両在籍した。1908年 C 面指製の車両で2軒茶や停留場付近の世田川下畔に造成された貯誕場から火力発電所へと石炭を運搬する際に用いられた。ありがとうございます。